虹色サティンです。よろしくお願いします。本日も英語をちゃんと勉強して独学で勉強していきましょう。 Let's Learning English。 はい、今日はですね、疑問文ですね、動詞を入れない形で作ってまいりたいと思います。はい、動詞を入れない形の疑問文の場合、こういう文章を作りたいと思います。はい、Is it your pen? それはあなたのペンですか。このような形で、動詞を入れない形で簡単な英文を作っていきますので、はい。ちなみに Is this? Is that? Is it? という形で英文を、作って言っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いきますよ。 Let's start. Is itIs this? Is that? Is it? Is this? Is that? いかがだったでしょうか？はい。何度も練習して口ずさんで単語を覚えたら言ってみましょう。少しの積み重ねが大事です。以上です。コメントありましたらいただけると嬉しいです。 See you next time. バイバイ。ありがとうございました。